バーチャル美少女ネムは個人系バーチャルユーチューバー。HTC 公式ビベアンバサダー、ベトゥーバー企画プロデューサー、ブロガー、暗号通貨投資家、小説家、歌手としても活動している。2017年末に起こったブームの以前からバーチャルユーチューバーとして活動しており、個人が運営するベトゥーバーとしては世界最古であると自称している。名前の由来は仮想通貨のネム。 2020年1月には NHK ネホリンパホリンバビニクおじさん特集にゲスト出演しバビニクを日本的な見立ての文化と捉える美少女は枯れ山水のセリフが話題となった VR 機器ビベを製造する HTC 社が2020年4月に開始したプログラムビベアンバサダーに応募し同年5月た7名と共に公式ビベアンバサダーに選出された また、ベトゥーバー企画プロデューサーとして、バビニク紅白、ハロウィンライブリバイブ、バーチャル雪祭り2021に関わった。3次元美少女モード。VR における活動に利用している 3D モデル、バーチャル美少女ネム、マイナル2式。2次元美少女モード。表情認識による動画に使用する、2D モデル。ライブ 2D サンプルモデル、イプシロンを原型としている。 アバターはフェイスリグによる表情認識による動画に使用する 2D モデルによる2次元美少女モードとバーチャルキャストやアーチャルットなどを利用したライブ配信などで使用する 3D モデルマイナル式ネムによる3次元美少女モードを用途に応じて使い分けている。人類全員が美少女アバターをまとうことにより究極の理想社会が訪れるとされる。 人類美少女計画を推進している。VR アバター技術によるバーチャルコスプレ、ディープラーニング技術などによって声を変化させる声コスプレに加えて仮想通貨技術などを用いて経済的にもバーチャルな存在として活動する経済コスプレにより自由な経済圏が訪れるとしている。このうち経済コスプレの手法の一つとしてバーチャルキャラクター名義で 銀行口座を開設する方法を発信している。2020年6月には、スイスジュネーブ大学の人類学者、ミラブリディキナと、新型コロナショックで、バーチャルアバターの利用が増大した、レポートを発表し、朝日新聞ウェブメディア、ロンザにてインタビュー記事、新型コロナは、バーチャルコミュニケーションを加速したかが掲載された。バーチャル学会2020でも登壇発表を行った。 バーチャルのまま社会参画できる未来を目指す実践検証組織ベノスにメンバーとして参加している。2019年1月に小説の執筆、出版資金を集めるクラウドファンディングを行い、目標金額の400%を達成した。その後、バーチャルユーチューバーをテーマとし、人類進化の可能性を描いた仮想美少女シンギュラリティを出版。 2020年2月に発売されたこのセルフパブリッシングがすごい。2020年版読者ランキングで第3位に入選。2020年12月26日にはアマゾン売れ筋ランキング小説文芸部門で1位を達成した。ありがとうございます。